本日は新型シビック、こちらの EX 試乗させていただいております。いつも某ホンダカーツの店長さんより今回もこの車を手配いただいております。いつもどうもありがとうございます。早速ではありますけれども、 ADAS の安全運転支援装置、こちらの方がかなりビジュアル的にも大きく変わりましたので、まずそちらをご紹介いたします。でこのモニター自体は EX と LX で、表示自体画面の大きさも違うんですけれども、今安全運転支援装置ホンダセンシング焚いているんですけれども、単眼カメラ、それからソナー、捉えている情報が見える化できるようになったというところが大きな変化点に今回なっています。このように今トラックを映し出しています。しっかりとトラックの画像がこのようにメーターの真ん中のところで表示されるというところがかなり大きく変わったところですし、ベゼルにもそれは搭載されていなかった。で今回のこのシビックにそれが搭載されているということで、まず新しい機能の一つになっていると思われます。でもちろんこれはガソリン車ではありますけれども、ゼロ車速の渋滞追従支援しっかりとついているシステムになっています。今止まってますけれども、このように車線逸脱、路外逸脱ですね。でブラインドスポットインフォメーションもつきましたし、踏み間違いの衝突軽減システムであるとか衝突軽減ブレーキ、まあ、こういったですね機能がしっかりとこのシビックのガソリン車でも備わって、先代モデルよりも大幅に安全運転支援系が進化したということがこの FL1 のシビックになって大きな変化点の一つになっていると思われます。それでは行きたいと思います。今トラックを認識しています。でそこから右に曲がる、トラックが消えます。先ほど自転車も認識していたんですけど、このように普通車でしたら普通車の表示がメーター上で出るようになっています。もう一度ホンダセンシング入れてみたいと思います。このように単眼カメラがより広角になったということもあって、前の車だけではなくて側方の車もしっかりと認識するようになったと、まあ、いうのは今の現行のフィットとも変わらないんですけれど、このようにモニター上で表示するっていうのは今回初めてと、非常に分かりやすいホンダセンシングが今どういった状態で機能しているのかということが非常に分かりやすくなった、まあ、それによって安心感が大きく高まったということもかなり大きな変化点になってきています。で当然ですけれども、前に車がいないときは ACC を渋滞追従支援 ACC を入れることはできません。もう一回焚いてみたいと思います。中にしっかりとトレースしてくれるので、特に車の挙動が不安定だったりとか、少しこう走音が気になるとか、従来のホンダセンシングではそういったことがあったんですけれども、このモデルに関してはもうそれが全くない、ピシッとまっすぐ走る。なおかつブラインドスポットインフォメーションもついていますので、車が横から来たことも分かるし、そのまま
ブラインドスポットインフォメーションが検知している状態でウインカーを出すと周囲の換気も従来通りしてくれると。やはり車に ADAS 機能がついていると非常に車の安心感というのが高くて、なおかつ音であるとか車が運転者にフィードバックしてくれるので安心してドライブができるということは間違いないところになります。